はい、これ。あ、ありがとう。今日は東金の名所巡り、だいたい9キロだから3時間くらいかな。うん、いっぱい綺麗なところ見て、美味しいランチ食べに行こうね。うん、行こう。この八角湖は、あの徳川家康公が東金御殿を作るときに合わせて作られたんだって。家康公はここで鷹狩りをしてたらしいよ。家康公ってことは江戸時代でしょ。今からそうだな、約400年くらい前ってこと。そう、東金御殿のあった場所が今の県立東金高校のあるところ。鷹狩りの時はここに滞在してたんだって。船橋から東金に向かって約36キロのまっすぐに作られた御成街道があるんだけど、ここが終点なの。八角湖の周囲は約800メートルあって、周りにはレストランやお寺があるんだよ。お寺もあるの？すぐ近くに家康公ゆかりの西福寺があるから行ってみようか。うん。日蓮上人だって。あの真田幸村と対峙した大阪冬の陣の前も二人が東金や駿府で会ってたっていう記録が残ってるんだって。どんな話をしてたんだろうね。ここから東金市街と八角湖が見えるんだ。ほんとだ、綺麗だね。ねえ、おみくじあるよ。やってみようよ。行こ。五カ国語対応だって。何が出るかな。うわー、大吉だー。 Good fortune. 大吉。 Dad, Dad. Lucky. マジ、全部読めんの。わあ、綺麗。東岸の町の向こうに海が見えるよ。九十九里海岸だよ。この山王台公園は高さが60メートルぐらいあるんだ。ここから見える夜景はすごく綺麗なんだよ。じゃあ今度は夜来ようね。なんか由緒ありげな石塔だね。東金市の指定文化財なんだって。日光東照宮と同じ、見ざる、聞かざる、言わざるが彫ってあるんだよ。へえ。ここは東金ダム。え、
なの？そう、通称時が猫って言って、南房総地域の水道水として利用されてるんだって。ここの遊歩道は全長 3.6 キロあるんだよ。ウォーキングやジョギングのコースとしてとっても人気があるんだって。大きい広場だね。橋がある。道路の両側にある公園を橋でつないでいるんだ。行こう。ここは日吉神社。西暦807年から続く由緒正しい神社なんだ。2年に1回出汁と神輿が出るお祭りもあるんだよ。お祭り楽しそう、うん、あれお猿さん、うん、日吉神社の神祀は猿なんだ。お稲荷様の狐と同じだよ。へえ。この石像は東金市の指定文化財なんだ。立派な並木だね。この杉並木は東金市の指定文化財なんだよ。神聖な雰囲気があるよね。そうだね、うん、ここが切り通しだよ。坂が急だからゆっくり歩こうね。雰囲気を楽しみながらね。地層マニアにはたまらない光景だね。地層マニアって分野があるの？多分。戻ってきた。今日はずいぶん歩いたもんね、うん、それじゃあ今日最後のスポット、湖畔にあるもう一つのお寺、本善寺に行こう。うわぁ、立派な灯籠。だいたい6メートル。本当に大きいよね。うん、中見たい。うん、歴史を感じるお寺だね。そうだね、この本善寺も家康公ゆかりのお寺なんだよ。この木がその一つ、家康公が手植えしたみかんの木なんだ。駿府、今の静岡県から取り寄せて植えられたんだって。この木がその4代目。静岡から取り寄せるくらいだからよっぽど美味しいんだろうね。私たちもそろそろお昼にしよう。そうだね、何食べようか。グルメ情報だけちゃんと調べてたんだ。さすが、あとはじゃあ任せた。うん、行こう。